どうもこんにちは、ボボテッペイです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、釣り納め in 霞水系一発目はね、霞ヶ浦本港、和田ですね、和田岬に来ております。で、和田岬の内側ですね、ワンド側を先にちょっとやってます。まあ、なぜならですね、まあ、もしかしたらこう岬側よりかこっちもね、内側の方がいいかなっていうのをちょこっと確かめたかったんで、まあ今のとこちょっとね、水があまりよろしくないのでそこまでかなっていう感じなんですけど、だけどね、鳥さんとかもいるんで、だけどまあベイト食う鳥さんじゃないけどね、あの過ごしやすいところということで、まあいいんじゃないかなみたいな感じで。最近ね、ダイワの新商品のレビューネタがですね、僕のところいろいろ上がってると思うんですけど、今ね使っているリールはアブガルシアのレボービーストです。はい、まだねちょっとダイワの新商品とかいろいろね投げ比べたいものがいろいろあるんで、それでねまだね実践投入はねちょい先になりそうです。なぜならですね、10本ドラインフロロ10本ドラインでだいたいこう投げ比べしてるんですけど、通常の釣りではね、あまり10本のフロロラインっていうのを特に霞においては使わないんで、どちらかというと今使ってるような P の4号3号リーダー25ポンドっていうのが最近基準になってまして、なのでもうすぐ PE を巻きたくなっちゃうんですねだけどちょっとね、まあメタニウムとかね、アルデバーナの MGL とか、あとアルファスもそうですけど、まあ PE での使用はないかなと思ってますけど、アルファスがね、もしかしたらこう PE2 号ぐらいの使用がすごく良さそうな気がしてます。ズゴン来ないね。まあ本命はね、ここの先にある岬の先端なんですけどね、一応もしかしたら内側の方が、出るかもしれないっていうのと、やっぱ内側、こっち側で釣りされてる方のはね何気に多いんですよね。これね、いかにもなへこみ超いそうだけど、今回ねこのアベントゥーラというね超ショートロッドなんですけど、やっぱりね霞ってこういう小場所のところをねこうしっかりこう攻めるっていうのは結構大前提だったりして、こうやって細かい切り返しでこう入れてちょこっとアクションして回収してっていうことが結構多いんで、ここはまあ確実一級だよね。めちゃくちゃいそうなんだけど、まあいないもんは仕方ないと。でもしかしたらね、テキサスがフリーリグとか落とせば一発かもしれないけどね、まだ寒いしね、この冷え込みだとまだまだちょっとね出てこないんじゃないかなっていう気がしてます。さあ本命の先端に行きます。まあ、なんやかんやね、先端の方がこういつもベイトフィッシュがたくさんいていい感じなんで、でやっぱり冬ねこう外せないのがワカサギパターンですよね。まあ、こういったビッグベイトパターンも有名っちゃ有名ですけど、ただまだあんまりこっちでは釣れてないでしょうね。思いっきりこの年末の休みだというのにこっちには人がいないんで、やってみるのがあんないですね。鳥はいて過ごしやすそうに過ごしてます ね、ベイトが追われてる感じもしないし、至って平和な感じですね。でここから、ブラストボーンから、まあ、同じ、系統のビッグベイトなんですけど、サイレントキラーに変えます。で、ね、なぜサイレントキラーかというとパワーですね。さっきみたいなピンポイントではないんで、今日はねまだまだ暖かい陽気だからいいんですけど、まあそれでも朝方は余裕で寒いけど、これから多分こういう護岸が凍結してくるんで気をつけないとね。同じねこういうねちっこく動かせるタイプのビッグベイトなんですけど、あのパワーがねサイレントキラーの方があるんで、こういう水面でのチャプっていうね、まあ、絶えずね冬なんでね、その水がワンド内はターンしやすいんで、こういう水通しがいいところでこう一発狙った方がいいと思うんですよね。出そうなところにはクイッ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 ってスローにねクイックイッってやってた方が、なんか花火みたいになったけど、今日はもしかしてひょっとしてなんか霞ヶ浦でなんかあんのかな。
あるとしたら困っちゃいますね。ちょっと道路が混むっていうのは、はい、運動会かなんか、もしかしたらこれはないかな。ちょっとね、こんな感じでちょっとね広く探っていきます。でね、とりあえず和田岬ってことで超シャローなんですけど、まあ、水通しが良くて、まあ、魚がね集まりやすい場所ではあるので、とりあえず、まあ、釣れるとしたらこの斜め護岸と護岸の切れ目ですよねだと思うんで、まあ、護岸の切れ目らへんに投げて、そこから、まあ、若干ネチネチ、もうほぼほぼウェイクベイトですけど、結構こうパワフルにこう水を落ちるルアーの方が、ね、こういう大場所は多分ね強いと思うんで、でビッグベイトのねパワーを生かしてある程度ねビッグベイトでゆっくり引いてきてるんで、結構割とこう魚はねいれば寄せれると思うんですよね。なので、まあ、1回やったらもう5メーターぐらい移動してまた斜めにちょい投げて、そこから引っ張ってくる。明らかベイト毛がないんで、それでダメだったらねちょっとルアーチェンジするかもしれないですけど、はい、1ポイントにつき1つのゴミ拾いということでペットボトル拾ってきます。さあ、ね、どん次にあるこういった、石積みですねまでね来てみたんですけど、来てみたはいいけどね結構減衰ですね。ここでちょっとあまり魚からのコンタクトを、ね、ナマズとかバツとか何かしらのこうコンタクトが、ちょっとね感じられなかったらちょっともう移動かなっていった感じですね。ここはね80ぐらいのねナマズが1回バイトしてきたことあります。まあ言うてもね複合エリアですよね、こういう石積みがあるんで、石積みがあるとここら辺周辺はやっぱりこう石とかやっぱり沈んでると思うんで、そこはねちょっとデジ巻き でジョイクロのこういうねデジ巻きの方は意外と探るの早いんですよね。サイレントキラーとかブラストボーンとかああいうのでねやってもいいんですけど、意外とね遅かったりするんですよ。魚を引き出す力はやっぱり向こうも半端ないですけどね。ジョイクロならではのこういう S 字のナチュラルなアクションでこう、はい、ありがとうございました。いやー水の色がね良くて結構ねフレッシュなんですよね。まあ割とこっちがねもっと向こうの方はフレッシュだったような気がします。やっぱある程度風が当たらないとなんだろうね酸素量が増えないのかよくわかんないですけど、あとねちょっと気になるのは減衰ですね。時間的に8時前ぐらいだと思うんですけどね、この後どうしようか悩んでるんですけど、ちょっとね水深がやっぱり、ありそうなところ、そこプラスですねやっぱり魚がフィーディングに上がりやすそうなところ、まあハイシーズンとあんま変わらないかもしれないですけどね、まあそういったところをちょっと、ベイトをですねまず探してっていうのがまあ重要だと思うんですけど、まあ頑張ってですねいろんなヒントをですねつなぎ合わせて一匹にたどり着けたらなと思います。ではですね最後までご視聴誠にありがとうございました。本当ねいつも釣れない動画ばっかりで申し訳ないです。もしですね僕のことを応援してもいいよって方まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではですねまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。